トロードンは中世代白亜紀後期の原北アメリカ大陸に生息していた肉食の羽毛恐竜。竜板目獣脚亜目、マニラプトル類トロードン化に属する属である。なお、属名は傷つける歯を意味する。2017年にトロードン属は疑問名とされた。トロードン化にはトロードによりな原始的な形態を持つ種があり、その化石が 中国で新たに発見された。この化石はトロオドンよりもずっと古い時期に属する。草食恐竜ステゴケラスの歯の形状がトロオドンに似ていたため一時期同じ恐竜とされていた。学名は本来はトロドンとトレマをつけたが、現在では学名にトレマは使えない。トレマは 連続する二つの母音字を二重母音や長母音では、なく二つの母音に発音することを示す符号である。母音字の音下を変化させるウムラウトと字型は同じだが、機能は異なるので、オウムラウトとして、トロエドンと読むのは本来間違いであるが、日本の古い書籍等ではよく使われていた。1987年に、カナダの古生物学者フィリップ・ジェイカリーが、 ステノニコサウルスとトロオドンは同種であるとしたため先に発表されていた学名が正式名称になるという規則に従ってステノニコサウルスはシノニムとなりこの種はトロオドンという学名に一度統一されたしかし2017年に発見時はステノニコサウルス統一後はトロオドンの化石とされていたラテニベナトリクスがアーロン・リースとフィリップ・ジェイカリーによって 新種と記載された際に、トロオドンは疑問名となり、ステノニコサウルスが有効名として復活した。完全な骨格は発見されていないが、近縁種などからの推定では、全長1.5から2メートル程度で、骨格は華奢であったとされる。体の大きさに比して、大きな脳頭蓋を持ち、脳容量は、現世のエミューに匹敵するほどだったと推定されている。 推測に頼るしかないため実際の知能については不明なものの中世代で一番頭が良かった動物などと表現されることもある。目は大きく正面を向いていたため立体視能力があったものと推測されている。母子対抗性を示す三本指の前足と走行に適した華奢な作りの後足を持つ。孔子の第二種は鍵爪になっていて、 マイアサウラの子供や卵を襲っていた。1982年カナダの古生物学者、デール・ラッセルは、トロオドンの農業量比の大きさから、もし恐竜が絶滅していなければ、この恐竜が知的生物に進化したかもしれないとして、進化した存在、恐竜人間ディノサウロイドを想像し発表した。ありがとうございます。